はい、ごきげんよう、みつけまです。今日もスプラトゥーンヒーローモードをやっていきたいと思います。前回サイト4の途中までやったんだよね。なんで今回はあそこのおじいちゃんのところまでやっていきたいと思います。いきます。坂を登り、川のせせらぎに耳を澄ます。押し出しに気をつけてゴールしましょう。流れてるモロモロを避けながらゴールを目指すミッションです。押し出しとは何だろう。まあ行きましょうね。な、押し出しって何、流れてくるの。流れてはなくない。なんか落ちては来てるけど、これタコストライクがいっぱい流れてきてる。これを避けて進もうってことか。うわ、なんかゴミが来ますよこっち。あ、これを避けましょうってことか。筆で来た方が楽だったんじゃないねえ。絶対筆が一番楽じゃん、こんなん。なるほどね。あ、でもこいつ倒せるし、別にそんなに大変ではない気がする。お、いけるで、こんな余裕よ。よし、ほら、オッケーオッケー、いいよいいよ、調子いいじゃん。おい、倒しちゃええねん、こんな。おい、あ、なんかあるよ。お、ナイス。よし、うわ、どっから来てんの。うわ、びっくりした。どっから来てん。あ、上にイクラがある。あれ、どうやって行くんだろう。あれ、取りたくない。あれ、どうやって取んだ。あ、わかった、ここだ。この柱から登れる。よいしょ。はい、来たぜ。で、じゃあ行きますかね。よいしょ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 。この先は？この下、うわ、びっくりした。この下は何もないの？ちょっと休めそうだね。じゃあ何もないのかな。じゃあ上行って。今度は横から来るから、落ちないよ。でもここさ、ここいればよくね。ここアンチだったじゃん。なんやねん、こいつら。よいしょ。復活するのかな、これ。復活系？復活しなかった。このくるくる回ってるとこはさ、なんか、倒しちゃえばいいじゃん。これ。イエーイ、ナイスー。こういうことやろ。な。はい、最終チェック。余裕じゃなかろうか。あと一息やんね。ここはこうちょっと避けながら進んでいくと。はいはい。で、いくら戻る。ナイス。よいしょー。え、もう余裕なんですけど、天才か。よっしゃ、ゴール。坂を登り、川のせせらぎに耳を澄ます。おいし、ナイス、ゴールですよ。そしたら次は他やってないとこあんのかな。なんか大体前回やったんだよね、裏でね。やったんで多分大丈夫。おじいちゃんとこ行っちゃうか。行っちゃいましょうね。ここ。いるのかな？今度こそ。今回もいなそうじゃない？なんか、前回はさ、なんか謎の、あれは何だったの？クレーみたいなのだったけど、今回はいるんだろうか。
オルタナに封印された気高き刃、それは何ですかね。扉の先へたどり着きましょう。この先は関係者以外立ち入り禁止です。前回と一緒だね。今回は誰なんだろう。前回はうつほちゃんがボスでしたけど、反応があるのはこの先やんね。気をつけていきましょう。じいちゃん、そこのお方お待ちなはれ。あ、なんか柵みたいになった。あ、風花ちゃんだ。このお宝に目つけるなんてええ趣味してるはるな。しやけど、お上品なあんさんにはちょっと似合わへんちゃう？そうなん？まあ、お上品ですよね。一元さん、お断りどすか。まったくいけずなお人やんね。うちが礼儀っちゅうも教えたる。おいでやす先生。先生！先生！おぉ、かっこいい。風花。ほな、吹かすで。うわ、ビロ出してる。すこ。なんか、風花ちゃんさ、男説出てない？あれなんなん？うわ、びっくりした。え、そんなことしてくるの？え、風花ちゃんさ、なんか、男なんじゃないかとか言われてない？知ってる？なんでかは知らないんだけど、あんま詳しく知らないんだけど。下から来るぞー。これってもしかしてさ、あれと一緒かな？あ、でも、アルバイトのさ、モグラ？モグラもさ、爆弾投げるとさ、こう、突っ込むで！うわぁ、びっくりした！あのでかい、やっぱなんかこう、投げるんだよね。え、ほじゃけを投げるってこと？危ね。難しいな、これ。当たらん。えい。あ、ダメだ。こじゃけ。いけ！こじゃけ！おお！来た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 都会っ子だから、都会っ子っていうのは、なんていうの、関西の人じゃないからさ、関西のクラゲじゃないからさ、関西弁喋れないんだよ。関西弁キャラ来られると割と困るんだよ。おい。食った？食った？食ってないわ。早っけ、入ってこい。わかる？関西のキャラ、来られると喋れなくなる実況者多いと思うんだけど、分かっていただけないかな、この気持ち。来る？来る？いや、それじゃないんだよな。エマちゃんが下手なんだよな。あ、来た。あ、お前この野郎、シェイね。お、第二形態？えらい元気がよろしおすな。先生、先生しっかりしておくりやす。あ、ちょっとやめてよ、インクが。きっちりお仕置きしたってやー。はい、もう一回本番だって。ここからマジか。やめて。うわ、ぶね。うー、え、なに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 、なに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 、やめてやめてやめて。これ何しとん、これ何しとん。おお。ああ、なんか死にかけてたけど、びっくりした。え、あの時はなんかした方がいいのかな。でもあの時なんか割とバテててさ、チャンスみたいな感じだったよね。どうしたらいいんだろう。これは、ね、こじゃけ投げんの下手だし、エマちゃんは落ちるし、もう最悪だよ。もう最悪だよ。さ、口開けた時に投げ込む。え、さっきのドーンの時に？あ、びっくりした。落ちて死ぬのはちょっと本当にアホタレだから、それはちょっと気をつけ。これ、どうしたらいいんだろう。これはどうしたらいいんですか？こ
これ、くる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 、この時、この時、えい、来た、ここどう、来た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 、こういうことか。うお、いけ、もうちょいだ、かなわんな、ほんま。ええー、危ねえ、危ねえじゃねえ、当たってんだ、当たってますよ。もうちょい、もうちょい、もうちょいよ。あぶね、下手くそ、こじゃけ、もうこじゃけ自動で入ってくれ。よいしょ、もうちょいじゃない、起きた、カモン、ほら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 、ナイス。あと1回じゃない、多分任天堂だったら。もうなんやねん、あんた先生しっかりしんや、先生インク取らんといて。エセ関西弁怒られそう、エセ関西弁めっちゃいやらしい、なんでなの、バカにしてないよ別に、できないだけで全然バカにしてないから、あのやりたくてもできないんですよ、わかる、危ない、死んだが、どうすんの、あんたヒーロー装備強化しなくても大丈夫そう、え、今から強化ができるんですか、できないじゃないですか、やだ、死ぬけど、あと1回でできるかな、え、あのなんかジェーンの時どうしたらいいんだろう、こんなこと言われて痛い、やめてやめて、本当にどうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの、危ない、あ、今今今今今、オッケー、おー、かけとけかけとけ、インク、あ、なんかすっごい無駄なことした、無駄なことしたわ、あ、あれかな、イカなんだっけ、これこれが無敵らしいんだよね、どうやら知ってました、あ、ほんで落ちる、お、来た、ナイス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 、いけ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 、もうちょい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 だよ、もうちょいだよ、いけるよ、いた、あぶね、いた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 、もう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 ですよ、もう、よし、ナイス、来た、おらー、ファビュラス、どうや、勝ったやろ、どうだ、参ったか、あいたた、今回はこれくらいにしといたるわ、これでスリミ連合に勝ったやなんて思わんといてや、ここは控えてもらいます、あ、自爆してった、よっしゃ、勝った勝った、何あれ、これ何、おじいちゃんじゃないし、これ何、謎、これ、え、これ、これ、いただき、やったー、オルタナに封印された気高き刃、それは、なんやねん、サンゴナイス、おじいちゃんは見つからんけど、お宝は集まってきたね、これ何、ザザ、ザーザ、応答されたし、じいちゃんからの通信だ、応答された、あ、イチゴか、部屋から出る方法を探っとるんじゃが、出口が見当たらんくての、あ、誰か来おる、気がついたようだね、当たり目元指令、むむ、わし、いかにもわしは当たり目じゃが、なんじゃ貴様、名を名乗れい、元気なおじいさんだ、いいね、私はそう、く、クマさんだよ、え、あの、クマさん紹介の、クマさんと、え、じゃあ、ザザー、え、あれ、いいところで切れちゃった、おい、おじいちゃん、繋がらなくなっちゃった。気になるけど反応追いかけてったら会えるよね。行こう、サンゴ。え、クマさん紹介のクマさんが、
犯人ってこと？そんな信頼してたのに。でも確かに言われてみたら、クマさんはあれやん、通信なんで、あれラジコンなんよ。知ってました？あの本体が別にいるだと思うんだよね多分。どうなんだろうね、この今後が気になりますけども。とりあえずヒーロー装備強化しますかね。イコニウムめっちゃ溜まってるし。ここ解除、ここも解除、 OK、 パワーアップ。これ何？センサー？インクの中に潜伏すると、敵やアイテムなどの近くにある重要なものをマーキングできる。なんやそりゃ。とりあえずやった。インクが消費量が少なくなります。おじゃけの復活時間、うん、いいよ。できるとこまでやっちゃおう。ここまでかな、ロック解除。カーリングボム、あい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 。これは？あ、消費が少なくなる。ヒーローシューターの連射速度が上がる。ええやん。これは？クイックボム。はいはい。カーリングボム。おい。あ、もう足りなくなった。オッケー。そしたら、サイト4。サイト4の、まだ集まってないとこ？この辺とか、緑色のところとか、ちょっと、探していきたいと思います。どうだ？お、来た！サイト4、埋め立てドリームランド調査完了です。来ましたー。よし、そしたらアーカイブを見ていきましょうかね。ログ4、人類最後の日、オルタナに移り住んで長い年月が過ぎ、人類の数は少しずつ増えていった。老いた科学者たちはオルタナの社会を自分たちだけで支えることに限界を感じ、市民の中から特に能力が高いものを選んで、オルタナの管理を一部任せることにした。また、才能ある若者を教育し、自分たちの知識と教育を伝えるべく、心血を注いだ。オルタナで生まれ育った若い世代の科学者たちは優秀で好奇心が強く、いつしか液晶が映し出す作り物ではない本物の空を望むようになった。若き科学者たちは汚染された地球を脱出して新天地を目指そうと、老科学者たちの反対を押し切ってロケットを建造し、ついに完成させる。しかし打ち上げの最終テストでブースターの試運転を行った際に強力なエネルギーを浴びたオルタナ内壁の液晶が突如として暴走した。これにより一部の内壁が崩壊し、居住区を直撃、復旧不可能にまでライフラインを破壊され、人類はあっけなく絶滅を迎えた。わ、人類滅んだよ。これはさ、でもさ、ロケットがいけないわけではないんだよね、なんか。あ、でもロケットが原因で液晶が壊れちゃったのか。なるほどね。そして人類はいなくなってしまい、イカとタコだけの世界になってしまったということね。へえ。これが今のスプラトゥーンの世界。あのさ、審判のやってる猫ちゃんいるじゃん。あの子は何なの？いや、他にさ、哺乳類っていないじゃん。あともう大体、海の生き物ばっかりじゃん。エビとかさ、ウニとか、クラゲさんとかさ。あの、猫さん、あの、二人いるじゃん。あの子は、生まれ最後の、哺乳類なの
かな。っていうことなのかな。謎が深まりますが。じゃあ、調査も完了したのでね、サイト5行ってみたいと思います。行きましょう。このパイプ何に使ったんよね。確かに。これ何だったんだろう。インクを運んでたにしては、なんか、太いしな。結構遠くまで来たね。あっちから他のサイトに行けそうだよ。ほんとだ。こっちは戻る方向のパイプ。おじいちゃんらしき反応はなし。なるほどね。関係しつつ次のサイトに行きましょう。はーい。じゃあこっちのサイトもちょっと行っていきましょう。じゃあ最初ここね、行きましょうね。水面に揺れる秘密をまとったその魅惑、ラインマーカーを使ってゴールしましょう。ラインマーカーで様々な仕掛けにチャレンジしながらゴールを目指すミッションです。ラインマーカー、これ行きましかね。行きましかね。様々な仕掛けって何？ラインマーカー投げる。これ？お、何これ？え、これがラインマーカーってやつ？初めて見た。何これ？楽しい。おお。楽しいじゃん、これ。こう、角度を調整して、いける？はい。おお。こんな爆弾あるんだ。知らんかったよ、私。ラインマーカー自体はそんなに威力は高くないのかな。ね、なんかそんな感じじゃない？こう跳ね返した方が強いとかある？あ、違う違う。跳ね返した方が威力が高いとか、そういうこともなさそう。おし、ナイス。でもラインマーカーじゃないと倒せないわ。位置的に。あれ？こう。むず。こうだな。ナイス。こう。ナイス。ラインマーカーむず。スイッチが3つ同時に押したりするのかな。おにゃ。ほい。押せない。ん？これどうなってる？ほい。動き出した。全部押さないといけないんだ。はい。はやっ！はい。オッケー、ナイスー。うまっ。あいつらは普通に倒せばいいし。いた。これさ、こう、フグちゃんに当てれば、いけました。これは？ガラスの向こうでスイッチが回ってる。おい。どういうこと？どういうこと？タイミング見計らって、こっちのボムじゃ意味なくね？あ、またまた。はい。オッケー、ナイス。うんま。天才。おい。違うんだよ。こういうことじゃないんだよな。こういうことじゃないんだよ、倒し方。こういう倒し方じゃないんよ。これは多分、痛い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 。後ろから狙って倒すんや。な、そういうことやろ。あれ？全然当たんね。普通に倒した方が早かった。
あれ、こっちから来たね。こっちから来たんだよ、エマちゃん。あー、待って、落ちた落ちた落ちた、落ちたよー。落ちたよー。何してるんですか。また倒さなきゃいけないじゃないですか。やだー。どよし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 。どうなってんのここ。え、どういうことだ。ここに爆弾がある。どうやんだろう。ペイ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 。まずどっからやればいいんだ。ここももう開けられないし。あー、ここ行けそうじゃない。あ、いた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 。あ、いたいた。おにゃ、閉まっちゃった。ここやって、やってる間にゴムを爆発させて、手？あ、そういうこと？あ、待って。待ってー。待ってー。あ、待って待って待って。あー、あー、行っちゃった。はっはっはん。でも分かった分かった。これを起動させます。爆発させ、あぶね。爆発させます。これ全然当たんないんだけど。あ、来た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 。やります。上上がります。あ、いた。なるほどなるほど。わからん。上からどうしたらいいんだ。当てます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 。当てます。来た。ね、あ、いた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 。こっちだ。来たー。怖っ。なんだこれ。なに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 。なんかいるし。やめろって。やめろー。危な。あいつ倒してー。うぜー。じゃあどうやって倒せばいいんだろう。届かないんだよな。ほら、届かないってことは倒し方があるんだ多分。これか。なんか壊した。あ、これであいつ倒せんじゃね？おし、ナイス。まだいる。から。おし、ナイス。次、こっち。いるのは分かっているんだ。全然来ない。おし、ナイス。これは、急いでやんないといけないから、タイミング見て、今。今。アイス。うますぎ。あれ、どこ？あ、来た来た来た。上がってる上がってる。おいし、ナイスー。お疲れー。水面に揺れる秘密をまとったその魅惑。よし、ゴールー。美意識が調和する空間に立ち入る特別を時間内にいくらを全て集めましょう。これは多分パブロが
いいんじゃねえだろうか。早いからね。行きましょう。はい。ん？どうしたらいいんだ？今早速一個見逃しているんだよな。これどうしたらいいの？なにこいつ？なにこいつ？あ、やべべべべべ。ふざけちゃおタコドーザーの頭に乗っける。なるほど。いきますよ。はい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 。頭に乗っける？そういうこと？おお、なんか入ってんじゃん。いいねいいね。なんか入ってたのはたまたまなんだろうか。あ、たまたまっぽいわ。あと半分。はーい。頑張ります。ここ登って、あと何個？あと10個。おー、危ね。あとどこ？あとどこ？あった。あと1。え、あとどこ？あったあった。え、あとどこ？待って、あとどこよ。どこ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 。ないんですけど。あと1個。待って、あと1個どこ？ん？ここで見るか。あ？あ、なんか、こちらに、あそこわかる？左上のこ、あれじゃね？取ってないの。なんかそんな気がするよ。行こう。よいしょ。こうして、ここ。取って、あぶね。待って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 。半分、オッケー、いいねいいね。ここ取ります。上も取っちゃう。こっち行きます。あと10個。いいよ。おい、この間、あとここ。危ね。待って待って待って。取った！ナイス！危ねえ！最後死んだかと思った。美意識が調和する空間に立ち入る空間を。危なかった。ナイス。よしよし。次、ここか。よし、行きましょうかね。霧と邸宅の甘美なるマリアージュ、手探りで進んでゴールしましょう。霧の中を進んでゴールを目指すミッションです。え、ダイナモ、ダイナモで行きたい。ほら、おっそ、ダイナモ。こんな遅いんだ。なんかおるで。よし、ナイス。後ろ向いてた今。ゴリゴリにこっち見てた気がするけど。回復が遅い。よし、今こいつ何？こいつってどうやって倒すの？倒せないの？危ね危ね。倒せないのかな、こいつって。インクなくなるの早っ。こんなもん？ダイナモ。なんかいるよ。なんかおるって。
いた。おい、あ、いた。え、死んだし。おい、もう爆弾さんは倒しようがないのかな。あぶねー、倒せないのかな。エマちゃんは倒せてないだけでちゃんと倒せんのかな。おしおしおし、ナイス。ほらー、くらえ。あれ、全然知らねえ。ナイス。こんな遅いんだね、ダイナモローラーって。全然使ったことないけど、こんなん使ってんの、みんな。遅いけど、めっちゃ強いみたいな。なんか煽るなぁ。あれ、まるみさん、一回しか使えないじゃないですか。残念。え、なんか強いのいる。オッケー。よし、ナイス。あいつ何？よし。え、なんか強いのいるんだけど。いた。待って。よし、ナイス。ほらー、なんで当たんねえんだ、なんでや。はい、よし、ナイス。いいよ。最終チェック。次はこう登る。インクない時のローラーのさ、インクない時のあの点々みたいな、いけるよね。スポンジ感すごい。おし、これー。なんかいる。なんか潜ってるやついたんだけど、何あれ。どこいないんだ、マジか。ほい。ん？なんかいないのか。あ、あんじゃん。おし。この上。登って。なんかいいもんあるじゃん。どこ行きゃいいんだ。インクまみれだが、おい、これ何。うわ、何これ、すごっ。すっごい無駄にした。避けんな。待って、位置が悪い。オッケー。ちょっと濡らして。オッケー。で、危ね。何こいつ。おし。で、そっちにいるね。
当たんね。インクないない。いた。待って。ほら戻ってきた。よし、ご利用した。なんかいるな、ここ。なんかスプリンクラーあるよ。うわ。あぶねえ。あれ、うぜえ。よいしょ。あれ、また戻ってきている。おい、ナイス。はい、クリア。え、どういうこと？一周して帰ってきて、結局スタートがゴールだったってこと？はい、クリアー。ダイナモローラー使いづら。うわ、びっくりした。何かと思った。よし、じゃあ今回はここまでで終わりたいと思います。サイトコはなんかあんまりイベントなさそうだから、サクサクと終わらせていきたいと思います。ほいじゃあまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。